最終戦で躍動しました。0対0の2回、先頭バッターはこの日5番でスタメンに入った和田。まだまだ通用しそうな鋭いスイングでレフトへ、これが通算2050本目のヒット。さらに後続のヒットで和田は3塁まで進むと、バッターは谷繁。3ボールノーストライクから2108本目のヒットで和田がホームイン。引退する2人が花道を飾りました。和田は5回の第3打席、ショートゴロに倒れたところで交代。これが最後の打席になったんですが、ベンチに戻る際、花束を渡しに来た和田の子供たち、涙を流しながら偉大なお父さんをねぎらっていました。いいチームに恵まれて、そういう意味では、本当に、やりがいのある、野球人生だったなと思ってます。本当に大きな声援を今までありがとうございました。リーグ4連覇へ、首位ヤクルトを2ゲーム差で追いかける2位巨人、残り7試合1つも落とせません。先発を託されたのはチームトップ12勝を挙げているマイコラス。鋭い変化球で広島打線を翻弄し、4回まで1安打に抑えていきます。援護したい打線は4回、ランナーを2塁に置いてキャプテン坂本。インコースの難しいボールを弾き返し、2点を先制します。一方、負ければ優勝の可能性が消える広島は7回、ランナー一塁で迎えた巨人の阿部をセカンド菊池がこの華麗なグラブトスでゲッツー。勝利への執念を見せます。すると8回、広島はツーアウトながら二塁三塁のチャンスを作り、バッターは先ほど見事な守備を見せた菊池。一打同点の場面、うまく合わせた。センター前に落ちるかどうか、センター立岡が走り込んでスーパーキャッチ。接戦を制した巨人はこれで4連勝。敗れた広島は優勝の可能性がなくなりました。一方、14年ぶりのリーグ優勝へ向け首位をひた走るヤクルト。1回、ランナーを一塁に置いてホームランリーグトップの山田哲人。詰まり気味の打球、山田もしまったというこの表情。レフトフライか、入るんです。止まりかけていた山田もびっくりの先制ツーラン。すると3回にもこの人山田哲人、今度は鋭い打球が同じ場所へ。山田の2打席連続アーチでヤクルトが快勝です。